キッカーは9番の古田。キャプテンが最初に蹴ります。大事な大事な一人目のキッカーはキャプテンの古田。決めていきました。冷静でした古田。チームを鼓舞します。履正社一人目キャプテンの古田成功です。これで履正社としては一つプレッシャーを与えたわけですか。そうですね。さあこの後古田とハイタッチを交わしましてキーパーにつきましたジョン・カミー・ノブアー。一方の近大付属最初のキッカーキャプテンマークを巻くトリアです。近大付属の一人目のキッカーです。決めていきました。冷静です。あーこちらも負けていません近大付属。大きな声そして拍手が鳴り響きます。履正社近大付属ともにキャプテンマークを巻く選手が一人目蹴りました。ここから2人目のキッカーと入っていきます。履正社は10番を背負うプロ注目の選手明願。ゆっくりと助走を取りまして沈めていきました。非常に高いレベルでの戦いになっています。10番の明願も決めました。続いては近大付属の2人目、4番は北島玄翔。3バックの一角としてこの試合チームを支えてきました。右側を決めていった。スタンドもベンチも一体となってチームを鼓舞します。続いては履正社の3人目、どちらが先に止めるか。4番の東尾です。逆をついていった。相手をしっかり動きを読んで決めていきました履正社。3人目成功です。続いては近大付属の3人目、途中から入っている松本です。この選手も3年生、今年こそ全国へ行きたいとチーム全員がその思いを持っています。
長い前から。おお、外した。守った、守りました、ジョン・カミー。シュートの方向読んでいたでしょうか、ジョン・カミー。近大付属ここで初めて外します。犠牲者の4人目、8番を背負う小田村。この試合はボランチとして展開してきました。味方を救うことができるか、リボンテ。触ったでしょうか、左隅しっかりと押さえていきました。犠牲者4人成功、近大付属が2人成功。次のキッカー外したら犠牲者の勝利が決まります。近大付属キッカーは20番、途中から入った高下。決めていきました。勝負強いこの男、高下が左貫いていきました。最後はキーパー3年生のリボンテに託します。犠牲者はこの PK を決めれば決勝進出、インターハイ全国が決まります。それを阻止できるか、リボンテ。決めていきました、西坂が決めた。これで履正社決勝進出、6年ぶり4度目のインターハイを決めました。最後は西坂 PK 戦5人成功、履正社が底力を出し切りまして近大付属を破りました。準決勝第1試合は大阪の強豪対決、近大付属対履正社高校の一戦、 PK 戦までもつれまして勝ったのは履正社高校です。今選手がグラウンドに向かって一礼。令和4年度大阪高校春季サッカー大会準決勝、近大付属対履正社高校の一戦は PK を制して履正社高校が勝ち上がりました。